どうも、熊田です。ここ最近の声優さんニュースを見ていきましょう。今回のニュースはこちら。それではどうぞ。6月30日、声優斉藤壮馬さんが結婚を発表されました。これから先の人生を共に歩んでいきたいと思える方と出会い、新たな一歩を踏み出すことを決意いたしましたとコメントされています。声優さんからもたくさんのお祝いリプが届きました。さて、声優ファンの間で斉藤壮馬さんの結婚祝福ムードが漂う中、声優増田俊樹さんがこんなツイートをされています。最近昼間にそうめんばっか食ってる、やっぱうめえ。するとね、そうめんばっかり食ってる増田俊樹、斉藤壮馬結婚ついの後、おめでとうツイートが溢れる中で、そうめんの話してる増田俊樹といったツイートが溢れ、まさかのトレンド入り。これだと壮馬さんのお相手みたいに見えてしまうんですが、俊樹さん、ご自分のトレンド入りに気がついたのか、なんで俺とツイートされてました。さて、6月30日には声優畑沙和子さんも結婚発表をされています。お相手は一般の方で、結婚後も声優としての活動を続け、皆様に感動や喜びを届けられるように一層の努力を重ねてまいりますとコメント。声優さんからもたくさんのお祝いリプが届きました。あくまで自分が拾えた情報の範囲でご紹介していますが、こういった幸せなニュースが続くとね、幸せのお裾分けをされているようで嬉しいです。さて、6月30日には声優さんの結婚発表が続いたわけですが、ここにも一人女性声優井口由香さんがこんなご報告をされました。靴下穴開く寸前です、かしこ。ということで、井口由香さん、靴下が穴開く寸前みたいです。このまま履き続けるべきか捨てるべきか悩ましいことこの上ないわけですが、その後こんなツイートをされます。わしかて、わしかて、ご報告芸したいんや、乗るしかないこのビッグウェーブに。ハッシュタグのせやかて井口ご報告することがないに哀愁を感じました。このチャンネルではたびたびうんちニュースをご紹介していますが、6月27日、下田麻美さんがこんなツイートをしました。犬の散歩の時、放置されているよそのうんちも回収してるんだけど、ほぼ毎日1個は遭遇する。ほんとね、うんち持って帰ろ。自分家の前にあったら嫌よね。犬好きでさえ嫌な気持ちになるんだから、犬が苦手な人たちからしたら余計犬嫌いになってしまうよ。大切な犬を守る意味でも片付けよう。ということでね、下田麻美さん、お散歩コースに放置されたうんちまで回収しているそうで、本当に素晴らしい方ですよ。まあさすがにね、家の前にされて踏んづけたら憤慨ですし、2分もあれば回収できると思うので、飼い主さんもね、そこはしっかり踏ん張ってもらいたいと思います。本土楓さんと吉本所属のお笑いタレント天心向井さんがパーソナリティを務めるラジオ番組、本土楓と天心向井の本土上陸作戦、こちら2016年から7年ほど続いており、お二人の歯に衣着せぬ言葉の応酬が非常に面白くて笑いを誘う番組なんですが、先日の放送で明かされた長い付き合いでもあるお二人の間に起こった事件が面白すぎたんでご紹介します。こちら映像付きラジオ番組なんですが、ある放送回でカメラを紙で隠してお二人が映らないようにしたタイミングがあったそうです。その時お金がね、テーブルの上お二人の間に置かれていたそうなんですが、本土さんの所有物なので財布にしまわなきゃと手を伸ばして掴んだ瞬間です。向井さん、何を思ったか反射的な速さでお金を掴む本土さんの手に自分の手をかぶせるようにガッと掴んだそうです。まさに恋人の手を上から握るシチュエーションに近いでしょう。ラジオ7年やってきて初めてのおタッチだったそうでね、本土さん悲鳴を上げたそうです。向井さん、7年以上の付き合いなのに手を触っただけで相方の女性声優に悲鳴を上げられると若干拗ねてました。まあラジオってかなり近い距離で収録しますし、特にこの番組は隣同士なので、自分だったら相方を好きになっちゃいそうですが、さすがプロのパーソナリティです。見習いたいと思います。田中みな実さん、6月15日のツイートで、お店で食事をしていると店員さんからなぜか英語で対応されたという珍事件について語られたんですが、先日のラジオで明らかになった英語対応された理由がまさかのまさかだったのでご紹介します。みな実さん、カウンター席で親子丼を食べていたそうですが、隣に座った外国の方が小さなカメラを持って一人英語で喋っているんです。海外の YouTuber かなと思い、カメラに自分が入り込まないようにと考えながら、ふとジロジロ見てしまったんだとか。すると店員さんがその様子を見て、その外国の方の連れだと勘違いされたのでしょう。店員さん、領収書をここに置いておきますというのを英語で言ってきたそうです。みなみさん、なぜ英語で接客されたのか分からず、あ、えとしか反応できませんでした。何かの間違いであってほしいのですが、今度は食べ終わるとそちら下げますねをまた英語で言われます。キャンナイ何々という感じで、みなみさんさすがに震えてきて何も言えず困っていたら店員さん去っていきます。この時点で店員さんにも察してほしいのですが、まあもしかすると
するとね、自分の英語の発音がダメなのかななんて思ったのかもしれません。さあ、面白いのはここからなんです。南さん、なんて優しい方でしょう。店員さんがね、後々になって、あのお客様は日本人だったなんて気がついた時に、英語で接客した自分を恥ずかしく思うのではないかと気を使い、店を後にするまではせめて外国人風のままでいようと心に決めたそうです。会計は別の店員さんだったそうですが、ここで日本語を話したらまずいと思い、ジェスチャーで切り抜けたとか。カード払いだったんですけど、カード裏面に日本語で名前が書いてあるので、そこも隠したそうです。ということでね、皆さんならこういう場合どう対応しますか？まあ、自分だったら日本語で OK と言い放ちます。上田玲奈さん、先日ラジオで語られたある人との間に起きた出来事が発狂するくらい辛いのでご紹介します。玲奈さん、先日5万円するぬいぐるみを買ったそうです。縦横1メートルくらいの大きさで、かなり大きいとか。なぜ買ったかといえば、お世話になっている人がいて、その人が欲しがっていたからだそうです。さて、ぬいぐるみを買った事実をその人に伝えます。するとね、その人こう言いました。なんで買ったのと。まあまあ5万円もするのでね、そりゃ気になるでしょう。玲奈さん、え、欲しいって言ってたじゃんと伝えるんですが、返ってきた言葉は残酷でした。ううん、欲しくないよ。その場の空気が凍りついたことは想像に難くありません。ということでね、レイナさん、全然欲しくなかった5万円のぬいぐるみを買ってしまったと嘆いてました。でかいのでマジで家に置く場所がなくて困っているそうです。まあ自分なら速攻フリマで売却なんですが、一度レイナさんの手に渡ったことを考えると、ざっと見積もって100万円の価値はあるでしょう。少年ジャンププラスで連載中の次に来る漫画大賞2020ウェブ漫画部門2位を獲得した姫様拷問の時間ですが、2024年1月よりアニメ化されます。6月27日にはキャスト情報が解禁されました。姫様役を白石遥さん、姫様の相棒聖剣 X を小林千佳弘さん、拷問の天才トーチャーを伊藤静香さんが演じます。こちら、魔王軍に捕まった国王軍王女にして第三騎士団騎士団長である姫が、拷問官による様々な拷問に耐えつつ王国の秘密を守り抜くという物語。姫様役の白石遥さんも、拷問を受ける姿は見ていて非常に苦しく、姫様同様に拷問を受けているような気持ちになりますとコメントされていて、ツイッターでも、うわ、なんて凄惨なタイトルと PV、 きっと残酷なアニメに違いないとか、きっと残酷な拷問に姫様が心折られる様を毎週見せつけられてしまうに違いないといった声もあったんでね、自分も胸が苦しくなったのですが、もちろん視聴確定です。まあ食事でもしながらね、デラックスしてみたいと思います。6月29日、Android、iOS 用アイドルディズムゲーム、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージの登場キャラクター、ライラに満を持してキャラクターボイスが追加されました。ライラの声を担当するのは声優一ノ瀬かなさん。一ノ瀬さんといえば、ここ最近だとアニメ、機動戦士ガンダム、水星の魔女でスレッタ・マーキュリー役を演じた方ですが、いやー、水星の魔女、良かったですよね。自分は古川誠さん演じるシャリク・ゼネリがね、外見も声も好きだったんですが、あ、すいません。話が逸れてしまいました。ってあれ、ライラさんとシャディクさん、なんだか似ているような、いや、よく見ると瞳の色まで。はい、ということでね、ライラの声を担当するのがガンダム水星の魔女でスレッタを演じた一ノ瀬かなさんと発表されるや否や、シャディクの妹がトレンド入りしました。ツイッターでも、オタクがシャディクの妹イコールライラさん説で遊んでいたら、その CV がスレッタになったなんて声もあったわけですが、一ノ瀬さん、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ、ライラさん役で出演させていただきます、よろしくお願いしますとツイートされています。ということで、ライラとシャディクのコラボは実現するのか否か、楽しみに待ちたいと思います。以上です。さて、次にご報告の扉を開けてしまうのはあなたかもしれません。